ティプトン、ティプトンが似合ってる。チラティプトン危ないよ。ちょっとチップ、チップ何やってんの、チップちゃん。ご飯まだちょっと残ってるでしょ、3粒ねえ何、チップおいで、危ないよ、うん、おいでチップ、危ない危ない。こんにちは、かっちゃんとチップです。今日はですね、こちらじゃじゃーん、ハム玉。そしてこの横を見てください、じゃじゃーん、優しくすくってねとか、ここにねおやつを乗せてあげたりとかしてます。これね、暑さ対策の商品で、ペットショップでね、いろいろ買ってきた時がありまして、このねトンネルとか大きな回し車とか買ってきて、その時に一緒に購入しました。これもねすごく良かったですね。自由に形が曲がるっていうトンネルになってますね、チプタ。はい、ということで今日はこちらのハム玉を使っておたまチップやってもらおうと思います。これね、アルミプレートを使ってるんですけど、一応ね、僕のケージには1枚アルミプレートを入れてあります。これからの季節、せっかく買ったので、もう1個ね、追加しようと思います。なんかね、僕が持ってるアルミプレートとちょっと違いますね。いきなりおたまチップできた。おたまチップでーす。じゃあ、おたまチップにおやつあげようか。あ、かわいい。おやつあげるね、おたまチップ。ちょっと待ってね。ひまたね、おたまチップ。くっくっく。はよっ。よし、じゃあもう一個だけあげよう。コーンですね、乾燥したコーン。おたまチップ、こっちだよ。はい。あ、でもね、これすごくひんやり気持ちいい。うん。お、チップ冷えてる？気持ちいいこれ。うん、おやつ箱にいいかも。結構こうやってね、おやつこうやってやるから、いいかも。ひんやり気持ちいいでちゅね。少しだけこの中に入れます。はい。これでおたまチップになるかな？中まで入らないね。なんだ、お顔だけ。あれ、うん、全部食べた。お、入った。うん、ハムケチュ、これなんだ、食べたくなっちゃう。食べたい。うん、危ない、落っこちるチップ。チップ落っこちる。おー、はい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 、はい。ちょっとね、今模様替え中でこんな感じの、ちょっと床材少ないんですけど、ここにちょっとつけてみようか。高いね、ちょっと。うん、ちょっとこれは高すぎるね。ここだね。この、これが良かった。チップタン、おやつ、ご飯食べてるね。回し車にこうやってつけると良かったですね。こんな感じ。はい。おー、あ、来た、入ったね、チップちゃん。でも見えにくい。もう少しこっち側？あとね、一回ね、今、見やすさのために、木の実類入れました。今ね、このケージをね、もっと大きくして、そして登れないようにね、作り変えようとしてるんですよ。まだその中途半端な段階なんですけど、もうすぐ、このケージも生まれ変わります。その時に、ケージをもっともっと大きくしてね。ほんと乾いたね。ほんと乾いたね、チップタン。おやつあるよーん。向きがね、ちょっとあっち向きだ。入らないね。いや、入った。入った。尻尾かわいい。本当にね、ちょぴってした尻尾がかわいすぎて。
大好き。うんち豚。全部食べたね。やっぱね、こういうね、ご飯箱にこうポコンって入っちゃうから、やっぱりそのことを考えると、お玉いいかもしんないね。ね、チップタ。よかったね。これはもう、ここに置いとこう、今度から。なんかすごく、入ってくれてるし。今ね、お家入ってたんですけど、そのお家の下。ちょっとね、今、床材で埋もれちゃってるんだけど、一応ね、ここにもうアルミプレートを僕は敷いてあげてますね。って言っても、僕はね、基本的にクーラーで管理しちゃってるので、あまりね、関係がないんですけど、まあでも、ね。あってもいいかもね。普段見えないから、こうしとこうかな。はい、ということで、僕ね、アルミのプレートと、今回新しく入れた、アルミのお玉、ハム玉ね。やってみて比較なんですけど、個人的には、ハム玉の方が、ハムちゃんがね、ぴょこんって入ってくれるから、すごくいいんじゃないかなって思いました。プレートの上でペターってしてる姿をね、ちょっと見たことがないので、まあね、エアコンで温度管理しちゃってるから、そういう姿見たことないのかもしんないですけど、まあなんかハム玉の方が、おやつ入れにもなるし、入ってなくてもなんか遊んでるのかわかんないけど、ああいうところに入るのが多分ハムちゃんが好きだから、自分からぴょこって入っているから、もしかしたらハム玉いいんじゃないかなとは思うんですけど、どうだろうね。長時間ここにね、ずっといるかなって言われると、どうなんだろうって気はするんですけど、まあプレートよりいいんじゃないかなって個人的には思いました。ちょっといくらで買ったか忘れちゃったんですけど、多分今シーズン入ったから少し高いのかなとは思いますね。これ買ったのがね、4月頃に多分買ったと思うので、今シーズンが入ってちょっと高くなっちゃってるかなとは思うんですけど、見た目が可愛いから買ったんですよね。このハム玉っていうのが可愛くて。なんですけど意外とすごく実用的だなっていうのが使ってみて思ったので、もしね、気になってる方で、プレートとこっちどっちがいいんだろうと思ってる方で、まあね、プレートはプレートでペタってなってるところ、なることもあるのかな。もし仮にペタってなることがあるとすると、お玉はね、こう丸くなってるので、お腹をね、くっつけれないと思うんですよね。手足がこうピッてなるので、お腹がね、ちゃんとくっつかないんですけど、プレートだと平べったいので、ペターってなって、お腹をくっつけることができて、まあ一番効率的に体冷やすことできるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、チップがそういうペターってやってる姿は見たことないので、なんとも言えないんですけど、そのペターっていうことをなしにして考えるとすると、こっちは結構乗っかってくれたり、やっぱこの包まれてる感じがハムちゃんにとって安心するんだと思うんですけど、意外とそういう効果があって気に入ってくれるんじゃないかなと思います。良ければね、気になってる方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。もし万が一ね、乗ってくれなかったとしても餌箱として使えるので、やっぱりおやつとか入ってるとそっちに夢中になっちゃってぴょこって入って食べてくれると思うので、そういうね、可愛い仕草とかも見れると思うので、良ければねぜひ買ってみてください。で、そのね、ペットショップにこちらもね、500円で2個、水色とピンクのやつがあって、これね、ねじるとくっつくっていう、で、形も自由に変えれるトンネル、これすごく良かったので、こっちもおすすめです。これで遊んでる動画もありますので、動画の最後にご紹介するので、良ければぜひ見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。